おはようございます。はい、どうもキワチンです。はい、今回もですね、毎日僕夏やっていきましょう。というか本日が最終回でございます。そして本日は生放送でございます。皆様、1ヶ月間、長かった。いやー、あっという間でした。一緒に夏の終わりを迎えましょう。お、最初の服だ。お、今で居眠りしちゃったせいか、なんだか体の節々。そう。寝てたもんな。あんまり言うと本当にそうなるぞ。大丈夫なの？まあなんとか。気をつけてね。そうそう。ありがとう。じゃあいただきます。はい。いただきます。最後か。はい。ああ、調べちゃんがなんか落ち込んでるな。相変わらず。ごちそうさまでした。はい。ごちそうさまでした。ああ、これが最後のごちそうさまか。お、車が来た。車？え、ああ、調べちゃんが。うわあ、ああ。僕くん、お父さん来たわよ。ああ。終わりか。本当に終わりや。ああ。いやー、皆さんにはお世話になっちゃって。あ、ほら、お前。お礼を言わなきゃダメだぞ。久しぶりやな、お父さん。月ぶりに見る父親は、なぜかキラキラとした覇気がある。それはまるで人が変わった。ああ、子供ができたからか。なるほどね。なんだか、とてもお元気そうで、というか、どうしたんですか？ちょっと引いてるやん。いやー、なんつうか、二人目が生まれたし、うん、ここでドーンと頑張ってみようかと一大決心なんですわ。頑張ってみよう。お兄ちゃん、一体何を頑張ってうーん、なんだろう。そう、お兄ちゃんやね。そうだ。調べちゃんが笑ってない。お兄ちゃんが幸せそうで嬉しいわ。そうか。でもそういう薫だって。調べちゃんがなんか甘いや。ああ、お母さん、ずるいってば。何これ。どうしたんだよ。今のところとりあえずだけど、私の愛すべき存在はお父さんってことになってるの。え、僕じゃないの。とりあえずか。娘を持った父親の楽しみ、ここにあら、何これ。お父さんを恋人にするなら、ここに強力なライバルがいるのをお忘れなく。あら、そう。でも私だって負けないんだから。何を最後に見させられてんの。いや、調べちゃんがなんか、え、じゃあそろそろ。え、終わり。ねえ、おばちゃん。ん、何？最後のお願い。お願い。なんだろう。抱っこして。ああ。ここで最後の。これはな。こらこら。ああ、燃えねちゃ。ダメだってば。男の子泣いちゃいけないよ。これおばちゃんちの。決まりなんだからね。おばちゃん、おばちゃんが調べちゃん、てかガッツとか、そうか、会えへんのか。終わりか。ファットとかメガネ、あー、調べちゃんがなんかもう一言も喋ってないよ。え、終わり。あ、写真。僕くん。あ、あ、え、あ、あし、調べちゃんが、これは、あ、花、ひまわりもらったやつ、昨日。
うわー、ちょっとこう辛すぎるよこれは。ちょっとうわガッツガッツとメガネファットとかが、あの夏に起こった出来事をいつまでも決して忘れないだろう。いやー、最後はちょっといたね、ガッツたちいたね、最後高山みなみファット、いガッツとファットとメガネが最後来てくれたな。これはいやこれはなね、まあ泣けるっていう言葉ではこう終わらせたくないけど、本当にこう胸にくるもんがありますね。最後来てくれたな。調べちゃんが、いやちょっとなんか余韻に浸りたいっていうか、いやこれ何なんだろう、この写真は何だろう、応募者なんか視聴者、え何だろうね、これスタッフの子供の時の写真かな。いやーなんか、まあ、最後はね結構こう噂には聞いてたけど、結構やっぱりはあ本当にこう素晴らしい夏休みでしたね。最後調べちゃうもん、はあ、あーこの音楽、ああそうだね、このゲームやっぱりこう音楽が素晴らしかったですね。音楽もうん本当になんかそうですね、なんか印象に残ってますね。素晴らしい音楽を作ってくださったこのねクリエイターさんたちに感謝したいですね。いやーこれはもういいね。でも短いか、もう終わりか。あープレイはできないんだ、オーケストラバージョンみたいになってるのか。ちょっとこの曲だけちょっと録画して後でアップしたいね。皆さんありがとうございました、見ていただき、ゲームクリアもいると、来年の夏またね絶対やりましょう。明日から僕のやつさすがにそれは。いやー、おこれが私が覚えているあの夏のすべてだった。あ調べちゃんのあれ神、お小説家として成功した私は、今ではニューヨークのブルックリン橋が見えるホテルに住み、そしてこの幼き日の物語の最後を彩るエピローグの言葉を探しているのだ。小説家、そういえば2001年のカウントダウンの時には、調べやもやも久しぶりに日本から遊びに来るらしい。さよなら20世紀。あ、小説家になった。小説家になったっていう。調べちゃんと萌ちゃんとかと会うって言ってたね、今。ええー。
いやだからあれか、今までのこうなんかやけに最初からさ、徒競走の後のなんちゃらみたいなさ、ドキドキした感じを言ってたのとか、なんかその回りくどいというか小説家っぽい言い方って言ってたけど、本当に小説家になって書いてたんだ今の。はあ、そういうオチ、なるほどね。あー、調べちゃんと会うって言ってたね。よかったなんかいいね、繋がってたんやね。はい、というわけで皆様、このね、僕の夏休み、8月1日からやり始めました僕の夏休み、本当にね、見ていただき、ありがとうございました。ね、このなんか8月1日からね、1日に1本絶対あげるって決めた企画なんですけど、まあ僕としてはね、なんかね、この30日間ね、思い返すとね、なんか日常生活のこともね、一緒になってね、こう蘇ってくるみたいな感じで、なんて言ったらいいんだろうな、なんか今月はなんかね、60日間過ごしたようなね、ほんとそんな感覚なんですよね。なんか本当に僕夏が生活の一部になってたっていう感じで、まあ普通に過ごして僕の夏休みでも一日過ごすみたいな、本当にそんな感覚になってて、なんかね、非常にこう、しかもこう皆さんにね、見ていただきながらこうコメントしてもらって やれてたことがね、なんか何て言ってるかわかんないけど、30日間ね、31日間か、継続してプレイできたのかなと、皆さんのコメントとか主張があってそう思いました。またね、新しいゲーム実況とかね、やっていきたいと思いましたな、思いますので、よければね、今後もこう見ていただけますとありがたいです。皆さん本当ありがとうございました。コメントね、バグね、バグをね、まあお楽しみっていうことで、本当にありがとうございました。皆さんのコメントとかなかったらね、続けてられてこなかったような気がします。うん、いや、もう一回これはね、後で自分でね、動画見たいと思いますということで、皆様ありがとうございました。またゲーム実況、次のゲーム実況でお会いしましょう。そしてまたね、僕の夏休み2やるかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。はい、いやー、感動したな。じゃあこっちに、はいはいはい、というわけで皆様またご視聴ください。それではまた、最後はこの曲で。Thank you.
Thank you.